皆さんこんにちは、ブルミのハウです。レオです。今回はハウの毎日メイク動画を僕がナレーションをしていく動画になっております。そうですね、こういったような動画はすごく海外で流行っていたので、今回はレオに、チャレンジしてもらいたいと思います。はい、慣れない中ちょっと頑張ろうと思いますので、皆さん温かく見ていただけたらいいなと思っております。それではどうぞ。皆さんこんにちは。今日はメイクアップ動画を撮っていきたいと思います。ナレーターはレオが担当します。まずは化粧下地を塗っていきたいと思います。まずは指先につけて顔全体につけていきます。鼻下にもね。はいはい、指先で、なじませながらつけていきます。しっかり肌にちょっと空気を与えつつ手で叩いていきますと。はい、次はこれも下地ですか、ファンデーションですか。色は同じですね。これも顔全体になじませていくと。全体につけていきます。首周りにもつけてますね。次はスポンジ、スポンジを使ってこれも顔全体になじませていきます。こちらは目の下のクマを取るアイテムでしょうか。眉間にもつけつつ塗っていくと。結構つけていくね。はい、次は&Bのニキビ取りのアイテムでしょうか。これは部分部分につけてまたスポンジでなじませていく感じですかね。すごい、肌と同化しましたね。はい、どんどん塗っていきます。次は眉毛を描いていきます。しっかりラインを整えて描いていきます。すごい綺麗ですね。はい、ケイトのこれは毛並みを整えていくものでしょうか。はい、次はこれはハイライトですか。カンカン、何の意味がある。これ目の下につけていきます。影を作ってるのかな。これは二重がちょっとくっきりしてる。関係ないか。これもしっかりつけていくと。目元がすごい綺麗ですね。はい、次はこれも一緒じゃない。目の下に影を作っていくんでしょうか。次はこれは何でしょうか。ビューラーではなくこれまつげをなんか整えてますね。色がつくのかな。つくわけないか。はい、ビューラー、ビューラーでまつげの毛並みを整えていく。
まつげパーマみたいな。次はこれはマスカラでしょうか。まつげにつけていきます。いいね。はい、こちらはアイラインですか。目元のラインをしっかりと整えていきます。すごい、ライン引くだけでこんな変わるんだね。綺麗。さっきから綺麗しか言っとらんな。はい、こちらはなんだろう。これも目の下に書いてますけど、何が変わったのかはわかりません。はい、次、これはこれもマスカラ。こっちがマスカラ。いや全然違うわ。何これ、目の上につけてるけど何も変わらんやん。失礼か。はい、次、これはハイライトですか。ちょっと肌のトーンを明るく見せるものの、かな。眉間と顎下にもつけていきます。これは肌にツヤを与えるアイテムでしょうか。すごく明るくなりましたね。目元にもつけて顔全体を明るくさせるアイテムなのかな、これは。 Good job。はい、最後はリップですかね。唇に赤いリップを塗っていきます。これは結構普段から愛用しているものだと思います。はい、ちょっと指で色を整えてまんべんなく唇に塗っていきます。とパッパして結構これは潤いをするのかな。OK、 完成。すごい綺麗。ということで今日の動画は終わりです。ナレーターはレオがお送りしました。バイバーイ。